味噌汁笑顔。はい、おはようございます。味噌汁笑顔のりょうです。特に訳もなく台所から撮影しておりますということでですね、今回はというか今日はヤマトミチのスペシャルオファーセールっていうのが、前回ですね、2日前にオンラインでやってまして、僕は仕事中でログインすらできなかったんですけど、奥さんがメリノコーチジャケットを買いたくてポチリ合戦に参戦したところ、もう 1,2 分でも即売ということであかんかったと。で今日ですね、山食音、京都の山食音、非常に綺麗な発音のお店があるんですけれども、そちらで大和道のスペシャルオファー、まあ言えば型落ちセールみたいなセールがあるので、そちらにねちょっと行っていきたいと思います。まあ今から買いに行ってどういうの買いましたっていうのを家帰ってきてから撮ろうかなと思います。ちなみに僕がよく被ってるこの帽子も2年前くらいのスペシャルオファーで買いました。普段なかなか定価でも買いにくいものが 30% オフで買えるっていうので、今回は特にライト5ポケットとかメリノ系のものを狙っております。ではでは行ってきます。はい、はい、左足自分でやる？やらない。レッツゴー。行ってきます。行ってきます。行こうか。行こうか。やめとこ。はい、ということで帰ってきました。山食音から帰ってきまして、早速ね買ってきたものを紹介したいと思います。今回買いましたのがこちらになります。はい、大和道の見えますか、メリノフーディーになりますね。メリノフーディー1万6000円プラス税が 30% オフになっておりました。色がグレイマール、サイズが L になります。はい、こちら他にもねちょっと気になるのがあったんですけど、まあセールじゃなかったっていうところもありまして、今回はセール品狙いで、かつセールやから買うっていうのではなくて、もともと欲しかった気になってたものがセールになっておりましたので連れて帰ってきました。はい、ポストカードこれどこや、わかる方、大雪山、北海道の大雪山です。いいですねこの異国感。このねポストカードも結構いいんですよね。メリノウール170〜180g 平方メートル、1平方メートルあたり170〜180g、重さが 327g になります。2020年モデルになるんですかね、こちらが。2021年モデルはここのフルジップとか 100% メリノウールっていうやつはという商品はセールになってなくて、こちらがセールで買いました。はい、もともとメリノ、まあ、メリノウールには絶大な信頼を寄せておりまして、今もインナーで来てるんですけれども、メリノ非常に良くて、こんな感じで5日間連続かな、1週間か5日間か連続でメリノを着て防臭実験をやったりとかもして、
メリノに対する信頼は非常に厚いです。でこちらを買った理由といたしましては、これメリノのフーディーがずっと欲しくて、まあでも高いしなとか思って中古で見ていたりとかしたんですけど、まあどうしても素材として劣化しているものとか穴あきがあったりとかするので、なかなか買わずにいました。で、まあせっかくのセールという機会があったので、こちら購入してきました。これから春、夏、秋の季節で、特に今ですね、3月、4月あたり重宝するんじゃないかなと思います。肌触りも非常にいいので、家の中で風呂上がりちょっと寒い時とかに着たりとかできるかなと思って、どうですかね。あんまり山着でグレーは持ってなかったんで、ちょっと新鮮な気もします。はい、サイズ的にはこんな感じです。177cm の60、今が1か2ぐらいで、こんな感じですね。ハーフジッパーでこんな感じでプルオーバーになってます。ポケットはこう、なんていうんですか、カンガルーポケットといいますか、こういうつながったポケットになってます。袖口は特にサムホールがあったりとかはないです。でフードがこんな感じ で、フードのここにコードがついてまして、これで絞ることができます。なので強風時とかはこんな感じで密着させて、より風でフードがバタついたりっていうことを防止することもできます。素材も伸縮性がちょっとあって非常にいいです。家の中でもね、ガシガシ切れそうな感じがします。アメリカの YouTuber でクレイグ・アダムスさんっていう方がいるんですけど、僕その人が結構好きでよく見るんですけど、その人がグレーのパーカーを着てるんですよね。でズボンがこのパタゴニアのテルボンヌ・ジョガーズをよく履いてあって、でこの黒とグレーのこのシンプルな感じが結構憧れてるというか、いいなっていうのがあって、こういう感じ好きですね。はい、こんな感じです。いつも被ってる。これも2年ぐらい前のヤマショクオンのセールで 30% オフで買ったヤマトミッチのメリノキャップになります。結構ねメリノ好きですね。ということで今回もありがとうございました。またこのねメリノのフーディガシガシと着ていきたいと思います。はい、あと最後に、僕はよく一泊二日で山とかに行かしてもらった帰りに、まあ、ハーゲンダッツとかをちょっとこう気持ち程度買って帰ってご機嫌を伺うっていう、奥さんのご機嫌を伺うことがあるんですけれども、まあ、そういう有事の際のハーゲンダッツよりかは日々のパルムですね。仕事帰りとかにちょっとパルム箱で買ってきて食べようかっていうのを続けていった方が長い目で見るといいんじゃないかなと思い始めてきております。ありがとうございました。